関根光斎は、日本の映像ディレクター。映像作家、映画監督。東京生まれ、上智大学文学部哲学科卒業。文化横断的なストーリーテリングや、実験的な映像表現などを中心とした演出を、しており、広告映像、ミュージックビデオ、映画、インスタレーションアートなどの作品を制作。広告映像制作会社勤務時代に、初監督作品である。 短編映画、ライトプレイスを発表。同作品が、海外の映画賞を多数受賞したことでデビューを果たす。その後、ヤングディレクターズアードグランプリを受賞したことで、日本人の広告映像ディレクターとして、国際的に認知され、活動の幅を海外に広げる。カンヌ・ライオンズでのグランプリや、D&AD でのブラックペンシル、ワン賞や、ニューヨークフェスティバルでの金賞受賞など、 特に国際的なクリエイティブアワードで多数の受賞を果たし、審査員も務める。2018年には、長編映画初監督作品、生きてるだけで、愛、が公開され、新動金と証言賞を受賞。また同年、ドキュメンタリー長編映画初監督作品、太陽の塔も公開され、映画監督としても活動している。広告映像、商業映画の他にも、 インディペンデントに短編映画やアートフィルム、ドキュメンタリー作品などを発表しており、社会的アート制作集団な団にも所属している。ありがとうございます。